本会議については、小室さんの質疑に応じられなかったと報告でありました。
産と合意可能な内で書類送検され、法務審議会に所属する直江真紀氏です。直江氏は先月の衆院選で市が3区から出馬し、落選しました。警察によりますと、公示後に選挙運動を迎えようとして、運動員だった大阪府内の大学生が11人、報酬として合わせて現金7000万円を支払ったということです。